この動画は C300系リフィルの紹介です。皆さんこんにちは、ピースケです。今回この動画では、無印良品のボールペンノック式、それからボールペンキャップ式、こちらのリフィルが C300系リフィルっていうことが判明したので、有名なボールペンにこちらのリフィルを移植してみたいと思います。まず冒頭で何を言ってるかよくわからないかと思うんですけども、こちらが無印のゲルインキボールペンのインクなんですけども、こちらが他社製のリフィルも使えることが分かりました。簡単に言いますと、こちらの無地のリフィルを別の会社のボールペンで使うこともできますし、別の会社のボールペンのリフィルを無印に移植することもできます。ということで今回は C300系リフィルを紹介していきたいと思います。無印のリフィルが対応してるのはもちろんなんですけども、こちらの他に有名なサラサクリップですね、これこの名前出してないと分かんないぐらいだと思うんですけども、右が無印良品のゲルインキボールペンのリフィル、左がサラサクリップのリフィルですね。こう見てみると売り二つですよね。いろんなボールペンの規格があるんですけども、こちらの C300系リフィルっていうのは他社製のリフィルでも対応していますので、お好きなデザインのボールペンのペンに好きなインクを入れて楽しむことができます。こちらのサラサクリップの他にジェットストリームインク、エナージェルですね、こちらも対応しておりますので、お好きな芯を選ばれると楽しめるかと思います。早速こちらの300系リフィルを無印のボールペンに移植してみます。まず一番最初にサラサクリップですね。はい、こちらの C300系リフィルの特徴といたしまして、サイズが違っても軸の太さが一緒なので別の太さのインクを使うことができます。ということでまずはサラサクリップの 0.5 ですね、こちらの無印のボールペンのノック式に移植していきます。はい、こんな感じで使う準備ができるようになりました。続いてサラサクリップの 0.7、こちらも問題なく使えます。続いてジェットストリームの 0.5、 これも大丈夫そうですね。続いてジェットストリームの 0.7、 これも大丈夫そうです。続いてエナージェルの 0.3、こちらも問題ないですね。ペン先が細くてすごい使いやすそうですね。続いてエナージェルの 0.4、 これも問題なく使えそうです。はい、ということでこの動画は以上になります。 C300系リフィルということでかなり汎用性がありそうですね。純正の無印のゲルインキボールペンのリフィルですと、若干ペン先がこういった形で太めなので、エナージェルのこちらのペン先が好きそうな方ですとか、あとは油性ボールペンが好きな方ですよね、特にジェットストリームなんですけども、好きな方っていうのは交換するとより楽しめるかと思います。それではこの動画は以上になります。少しでも参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。